ついに叶ったゼイユ姉さんとのお祭りデートを堪能していた密田の前に、仮面をつけた謎のポケモンが現れた。ゼイユ姉さんのおじいちゃんからオーガポンとトモッコたちの真実を聞いた密田たちは、緑の仮面をきれいにしてから謎のポケモンオーガポンに仮面を返すことにした。誰にも言ってはいけないお話をこっそり盗聴していたスグリの表情がなんだか暗くなっていたようだが、果たして。闇落ちしたら里抜けるの？こんにちは、こんばんは、おはようございます。ゲーム実況者のミスです。ポケットモンスタースカーレットゼロの秘宝をやっていきたいと思います。ちょっとだけタイトル短くなった第4回目ですね。よろしくお願いいたします。さて、前回はゼイユ姉さんとお祭りを堪能しておりまして、なんかミニゲームとかいろいろやっていたんですけれども、そんな中ね、ついに緑の仮面をつけたポケモンが出てきまして、まあ素顔もねちょろっとだけ見れたんですけど、そのねバカでかいお面をおじいちゃんのところに持っていきまして、昔話を聞きまして、どうやら鬼退治をしたはずの猿、犬、キジの方が実は悪者だったということが分かりました。まあそれはねスグリには内緒ねみたいな話をしてたんですけれども、スグリ君がこっそり聞いてしまっていたというところでございました。で、今回は残り一つですね、オリエンテーリングで必要な看板が残っておりますので、そちらを見ていきたいと思います。で、前回から特にポケモンは捕まえておりませんので、はい、今回は特に紹介コーナーはございません。やったぜってことでで、このガーディってあれだよね、アルセウスだったっけに出てきてた翡翠地方でしたっけのガーディですよね。今回出てくるのかね。まあこうやっているから野生で出てくるとは思いますが、まあもしいれば捕まえたいなと思います。かわいいね。さあ、じゃあ行きましょうか。何やってんの。ああー、ミツナ、お前昨日聞いてたろ。さっき姉ちゃんと、どんな話してたの。嘘つけ、聞いてたろ。別に何も、君には関係ない話さ。そんな顔してもダメよ。そうなんだ。そう、ダメです。か、看板、最後のちょっと遠くって、鬼が山を越えたラクドの荒れ地に編んだ、山から北西に降りる。へえ、ダバ行こうか。遠いのか。大丈夫かな、これスグリ君闇落ちしたりしない。大丈夫かな。なんで嘘つき。すまんなスグリ君、私は姉が全てなんでね。じゃあ行きましょう。オッケー、アゴジムシを捕まえました。三面以来出てきてなかったのかな。剣立てで見てたかな。あんまり印象がないけど。アゴジムシ、幼虫ポケモン。普段は土の中で暮らすが、方々に掘り出されるので、電気ポケモンの近くに集まるのだ。へえ、賢いじゃん。じゃあニックネームつけましょう。ノナという名前でつけておりました。じゃあボックスに送っておきましょう。ちょっと進化の条件とかを細かく見ておかないと、多分場所によって進化するんだろうな、こいつな。オッケー、たやすいたやすい。コジョフを捕まえました。僕がいつもチャーレムとかと被るポケモンですね。なんでかわかんないんだけど、チャーレムとこいつはすげえ被るんですよね。コジョフ、武術ポケモン。流れるような連続攻撃を繰り出して敵を圧倒する。鋭い爪で敵を切り裂く。なぜかね、このコジョフがエスパー入ってるって勝手に思っちゃうんですよね。じゃあニックネームつけましょう。この子はリーですね。はい。なんかゲジマユっぽいね。まあなんかそう言ってたら、なんか黒い部分がゲジマユに見えてきたな。オッケー、こいつも進化させましょう。よーし。ちょっと苦戦しましたが、捕まえました、ゴンベイ。前回の鬼退治の時にね、姿はあったんで、出てくるかなと思ってたんですけど。ゴンベ、大食いポケモン。毎日自分の体重と同じ量の餌が必要。味については気にしない。これはカビゴになってもそうだもんな。何でも食うからな。はい、おなじみのイシちゃんですね。おなじみ。
ノズパース。ただの岩かと思った。岩かと思ったら、ノズパースでびっくりしたわ。ノズパス、コンパスポケモン。ノズパスの鼻の磁石は絶対に狂わないので、旅するトレーナーの良きパートナーだ。ノズパスね。モアス。オッケー。オッケー、バルチャイ。バルチャイもなんだかんだ。進化するのに結構レベルが必要だった気がするけど。バルチャイ、おむつポケモン。手頃な骸骨を見つけてお尻を防御する習性。弱いポケモンを追いかけ回す。まあおむつポケモンですからね。パンパース。まあもしかしたらムーニーマン派の人もいるかもしれませんが。パンパース。やっと捕まった。グライガー捕まえました。やっとだよ。2匹ポケモンを犠牲にしました。やられちゃったぜ。グライガー、飛びサソリポケモン。切り立った崖に巣を作る。一度滑空した後は飛び跳ねながら巣に戻る。飛び跳ねるんだね。へー。グライオンってどうやって進化させんだっけな。ちょっと後で調べとこう。なぜか昔グライダーという名前をつけてたっぽいですね。グライダー。 OK、 ジャラコ来ましたね。600族。ジャラコ、ウロコポケモン。頭のウロコは攻めと守りで活躍。強敵に対しても背を見せず果敢に立ち向かう。なんでこの名前にしたのか全然わかんないんだけど。多分他のバージョンのポケモン図鑑の説明だろうな。かなこちゃんになってる。はぁ。じゃらこ。よーし、サンド。サンドパンがね、ちらほらいたんで出てきてほしいなと思ってたら来てくれました。やったぜ。サンド、ネズミポケモン。深い穴を掘って生活。危険が迫ると体を丸め、敵の攻撃をじっと耐える。もうおなじみのポケモンですね、サンド。アルマちゃんでいきましょう。まあすぐに進化してくれるんでね、ラクディです。やっと着いたよ。ここがラクドの荒れ地。寂しい場所だよな。いや遠かったよ。伝承ではこの辺りで鬼様がよく見かけられたって。看板読む前にちょっと勝負さんしてくれる？なんか怒ってない？まあ、しょうがねえな。ボコボコにしてやるか。しょうがねえな。だば、回復する。きっと怒ってんだろうな。秘密にしたこと。ノズパスが見守っているぞ。じゃあ行きますか。さあ行きましょう。まだヤンヤンマかい？まだヤンヤンマなのかい？もうそんなんじゃいつまで経ってもね、うちのエレちゃんには勝てないぜ。さあじゃあ行きましょう。ヌーン。はい、ワンポン。こんなはずじゃん。まあ初手ミスってるからな、しょうがないな。トンボ返りでもするべきだったな。ヤンヤンマだけにね。ニョロボン。出すポケモンをことごとく間違えていないかい。さあニョロボンが来ました。やっぱり進化させてきましたか。ヌン。ほら、本物のパンチを見せてやる。いえ。オータッチ。いいね。すごいね。これはもう完全にぶっ刺さってますよ。うちのエレちゃんには。インファーイト！ほらほら。いやー、
ちょっとこれはあれですね、やっぱりスタメンを変えてあげないとかわいそうだよ、ポケモンたちが。そこら辺にサンドいるから捕まえてこいよ。カミッチュ。カミッチュってあれか、草が入ってるんだっけ。じゃあゴロン君行こう。あれ違ったっけな、草ドラゴンとかじゃなかったっけ。さあゴロン君、相変わらず大きい。どうしてこうなんだ、どうして、どうして、やばい、闇落ちをしてしまうぞこの子。カミッチュ。あ、なんだ、カミッチュ。あれこんなんだっけ。まあ、いいや。ぬりゃ。お、耐えた。ゴロン君はあれかな、そんなに火力がない、もしかして。それかツイバムが弱かったか。今一つ。雨まみれ。何それ、雨まみれって。あー、なるほど。ドロドロすんのか。はあ。よいしょ。そっか、ゴロン君って確かあれなんだよな。飛行技をあんまり強いの覚えなかったんだっけ。オッケー、相棒もレベルが上がりました。やったぜ。俺が弱いから。いやー、ちょっとね、すぐり君は闇落ちしそうな雰囲気がありますよ。負けちまった。ほら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 。看板、課題さ終わらせよ。違うのよ、すぐり君が弱いから秘密にしてたとかじゃなくって、なんか教えたら面倒そうじゃん。もっと立ち悪いか。あ、黄昏時。村の外で向こうから歩いてくる影があったなら気をつけよ。ほう、黄昏時だって、夕方？すぐさまお面をかぶって自らの表を隠しなされ。さすれば影が人であれ鬼であれお面同士会釈して通り過ぎるのみ。もしお面を持たざる時あれば影が人であることを願いなされ。その影、人であればよろし。二度とお面忘れるべからず。その影が鬼であれば最後。真の表を覗き込まれたなら、そのもの、魂を抜き取られ、二度と村へは帰れぬだろう。当時、みんなお面持ってて、それ全部作ったの。俺のじいちゃんのじいちゃんのずーっとじいちゃんなんだって。先祖。すごいじゃん。知ってるけどね。もちろん、鬼様が魂に抜くとかは嘘だと思うけど、うちがお面さ作ってたのはほんと。俺んち、代々お面職人の家系なんだって。じいちゃんもお面作れんだ。表祭りも俺の祖先がやろうって言い始めたんだと。俺、ここの看板に書かれてること好きじゃない。鬼様が怖いからって必要以上に怖がって村の外へ追いやって、鬼様だってきっと寂しかったはずだ。一人だけのっけ者にされたから。でも昨日来てたよ。そうだね、三田もそうだよね。バレちまっちゃしょうがねえな。確かに君を一人のっけ者にしたのは事実だが、それはまあ仕方ないんだよ。すぐり君、写真さ撮ろっか。これなんか全体的に私のせいになってるじゃん。これちょっと許せないですよ。ほらもうすぐりくんの目つきが悪い。そうやってね、女の子を責めるもんじゃありません。恨むなら君のじいさんを恨むんだな。これで課題はおしまいだ。俺ポケモンこそはもっと強くするから帰るね。パルディアで課題をこなした方がいいんじゃないか。お待たせしました。水菜遅い。ごめんごめん。すぐが起きてこないうちに話しちゃいたいの。絶対上から聞いてるぞ。オーガボン様の面を直そうとしたんだが、完全に修復するには一つ素材が足りないんだ。なんだ？じいちゃんが言うにはさ、テラス池に住んでる？沈んでる？結晶のかけらが必要なんだって。一緒に行きますか？ごめん、今のまま返しに行ってもいいけど、
綺麗に返したらオーガポンもきっと喜ぶわよね。そうね。あ、優しいのにすればよかったかな。本当の話聞いちゃったらさ。そうね。オーガポンにいい思いしてほしいもん。いい子だの。いい子だの。その気持ちにきっとオーガポン様も喜んでくれるはずだ。でしょ。テラス池だって。じいちゃんおはよう。おお、すぐり。すげえ。あんた今日はどっか行。はいはい、勝手にすれば。勝手にします。勝手にします。何、すぐり行く用があんの？テラス池に行くなよ。絶対に行くなよ。あいつ、昨日からなんかへそ曲げてんの。夕飯も食べずに部屋にこもっておったな。おお、僕みたいだな。ま、思春期だし、そういうこともあるわよね。すぐが水野にべったりだと動きにくかったけど、むしろ好都合でしょ。テラス池は鬼ヶ山の頂上にあるのよ。よそ者が山に入るのゲゲーって感じだけど、ま、あんたならいいわ。ってことはもう私はよそ者じゃないっていうことですね。結晶のかけら求めて山登りに一緒に来るんですね。やったぜ。よし、テラス池に向かおう。どこ？あ、ここか。あー、前にあれ、あ、前行ったのはこっちか。オソレアナの方か。ショートカットはできそうにないな。ないな。どうやって行きゃいいんだ。あー、無理やりコライドンでよじ登っていくしかねえか。あ、ここがぐるーっと回ってこっから行く感じか。オッケー、わかりました。じゃあまずはここに向かおう。すげー幻想的なところに来たよ。お姉さん、ミツナ来たのね。見てみなよ。てか服着替えてる。私だけお祭り気分。くそ、着替えればよかった。ここがテラス池。綺麗で驚いたでしょ。ねえ、この辺の岩ってなんでか光ってんの。不思議よね。この辺りで死んだ人に会えるとか変な噂もあるくらい。へえ。お面を直すため、水中に沈んでる結晶ちょっとだけ取ってこないとね。というわけよ。やったれ。あ、じゃあ行きます行きます。思いっきり池に飛び込むのよ。行きます行きます。だって私泳げないし、服が濡れちゃうでしょ。そうな。あんたすごいライトポケモン持ってるらしいし、いけるって。なんだ、なになになに。おえ、地震なんか出てくるの。なに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 。見ろカロス。でも目が赤い。これ捕まえられる。ゲットしたいぞ。ああこれは共闘か。ってことは倒さないといけないのか。強そう。私がいてよかったわね。そうね、頼りになるぜ。捕まえられないな。しょうがない。じゃあ倒そう。捕まえたかったな。よいしょ。はい、ワンパン。さよなら。欲しかったな。あー、びっくりした。ここさっきみたいなのたまに出てくんの。本当に欲しい。あんたって味方だと頼もしいわね。だろ。にやりにやり。お、あら、これが求めていた結晶かい。ねえ、それって結晶のかけらを手に入れた。やったぜ。あっさり。結晶のかけら、テラス池に沈んでいる光り輝く結晶のかけら、お面を修理するのに必要らしい。さっきのポケモンにひっついてたのかも。池に沈む結晶。先生、このエネルギーはやはり。先生。おや、水野くんにゼユくん。ペアをチェンジしたのかな。そうです。納得いかなかったんで。あんまりここ、地元の人以外は入るのやめてほしいんですけど。神聖な地であることは理解しているよ。一応管理人さんには許可を取ったので、取ったのだが不足かな。何してるんですか。ちょっとした調査さ。テラス池の水質に興味があってね。ビンゴだったよ。なぜかはわからないが、テラス池の水はテラスタルエネルギーと同じ波長を持っているんだ。この理由を解き明かせば、いずれパルデア以外でもテラスタル現象を安定化できるかもね。はあ。
私たち急いでるんで。さよなら。帰るよ、ミツナ。はい。なんだなんだ？大丈夫かな？先生も怪しいとかないよね。信頼してますからね、先生。ちょっと私着替えましょうか、これ。いつまでもお祭り気分じゃいられないぞ。どうも。くそ、髪型戻せなかったわ。次回までに直しときます。じいちゃん、取ってきたよ。ミツナさんぜい、すまない。何？バレた？鬼様のお面を。すぐりが持っていってしまった。ほら、もう。え、なんですぐりが？あんた鬼のこと喋ったの？ブルルルルル。喋りませんよ。まさか。喋んな、喋んな。いやー、ごめん。あんたが言うはずないよね。ねえ。すぐりはお面を持って、トモコプラザへ向かった。きっと、お前たちが追いかけてあげるのが良いだろうな。もう、なんて余計なことするんだ、まったくもう。姉さん、すぐりを問い詰めに、トモコプラザに行くわよ。はーい。こらこら、闇落ちはいかんぞ。こらこら。こらこら、闇落ちはいかんぞ。ろくなことにならんぞ。ミツナ。そう、あんた何してんの？二人は知ってるよな。鬼様が本当は悪くないってこと。うん、だからいいじゃないの。悪いのはトモッコたちなのに、みんな鬼様をのけものにした。そう、知っちゃってたんだな。姉ちゃんたちも同じだよな。ほら、もう目が、俺をのけものにして、内緒で鬼様と会ってた。出た出た、そうやってもう。ごめん、でもそれは。昔の村の人たちと同じだよ。俺が鬼様のことどんだけ好きか知ってるくせに、表では知らんぷりして、裏では俺のこと笑ってたんだ。ほら、もう信用できなくなってるぞ、これ。心が壊れちゃいました。あんたどうしたの？今日なんか変だよ。ミツナ、俺とさっき勝負したばっかやんけ。ミツナが勝ったらお面は返す。あ、じゃあもう返してよ。返してよ。だから、勝負してよ。しょうがねえな。まあ、ここは、一思いにぼこしてやりますか。一差ついて。そうね、いい加減君の全力をね、見せてほしいね。さあ、本日2回目です。行きましょう。同じメンバーだったらちょっと君を鼻で笑うぞ。おお、まあ、進化はしてると。じゃあ行きますか。今回も4盾、3盾しちゃいますぜ。まあ、年頃の男の子ですからね。はい、オッケー。闇落ちしたい気持ちもわからなくはないが。さあ、蹴っ張っておくれ。あれだね。真実を知っちゃうとめんどくさくなっちゃうかなと思って黙ってたら余計にめんどくなっちゃったパターンだな。グライガー！グライガーか。まあいいでしょう。あ、そうか、グライガーに効かねえんだ。インファイトで倒せるかな。どうだ？あー、きついか。電気が効かないことをすっかり忘れておりました。ギョイギョイ。おいおい、たかが地震で勝てると思うなよ。おいしょ、なめんな。ポケモンはタイプじゃねえぜ。まったく。ま、ちょっとだけね、ダメージを与えさせてあげたということですね。あら、ニョロボン。さあ、ニョロボンですね。おいしょー。お、耐えましたね。お、さあ、何を打ってくれ。初めてじゃない、ニョロボンの。おお、ドロボン。これはさすがに。まあそうだよね、防御下がってるしね。あらー。あらー。
しょうがねえな。うちの大将を見せてやりましょう、じゃあ。ほい。さあ、トリックフラワー！アイさんだな。もうわざわざ使うまでもないけどね。なんでも持ってる物語の主人公みたいだな。そうだ、この物語の主人公さ。これもミツナちゃんの物語だからな。ううはゴロン君でいけんじゃないか。野生でいたんですけどね、ちょっと捕まえてる時間がなかったんですっ飛ばしちゃったんですけど、急にね歩けるエリアが一気に広がったんだね。捕まえたいポケモンもたくさんいたんですけど、エレキボールシュート、はい、さよなら。差しかませでも食ってな。おう、カミッチュまたか。まあ、ちょこちょこメンバーは増えてるっぽいですね。はい、また素早さを避けてくる感じか。甘露なミツ、どうもミツです。どうでもいいんだよ。よいしょ、やっぱり一撃では倒せないね。はい、水飴ボム、またSが下がります。雨まみれ、ドロドロです。はい、おしまい。どうだろう、このバトルで目を覚ましてくれるかしら。どうしても届かない。まあそうだね、君もレベル90ぐらいにならないと届かないんじゃないか。さあ目を覚ますんだ。うぅ、うわついに壊れてしまった。あの、お面返してもらっていいですか。おお、痛いって、それは痛い。骨折れるよ、そういうことしてると。すげえ、大丈夫。ほらお姉ちゃんちょっと引いちゃってんじゃない。約束だから。はい、返せ。返せ、さっさと返せ。別に悪いことしてるわけじゃないんだから。お兄様によろしくな。あのね、私あんたに謝ん。帰る。ほら行っちゃった。いつもあんな子じゃないんだけど。いいですよ、男の子の思春期ってなんか怖くない？そうよね、女の子の私たちにはわからないけど、男ってなんであんな怖いのかしら。あれが中二病ってやつなのかしらね。もう嫌よ、もうね、怖かったね、怖かったわ。怖かっただよね、そうだよね、ありえなくなくなくない？思春期でグレてるとか経験ないし参っちゃうわ。そうよね、私たちには関係ない話だけど。なんだなんだ、なんか聞こえない？トモッコ像から？なんだ？さっきすぐり君が殴ったから怒ってんじゃないか？痛えな、こらって。おおおお。ああ。なに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 ？ああ、壊れた！すぐり君なんてことを！あれじゃないの？なんなの？うわ！生まれた。にしてはちょっとのんきな音楽流れてるけど。わあ、犬、猿、キジ、キジかわいい。へえ。鬼が現れた今度は。鬼じゃねえか。なんか出たよ。ん？ええ？ええー！ルンダフル。ワンダフル。マシケン。お。キチチチチチチ。な、何よ。ヒソヒソヒソ。お、なんだお前ら。教えろ。何？マシケン、ワンダフル、キチチチチ。ああ、ちょっとどこ行く。なんなのよ。おおおおおおお。ああ、行っちゃった。飛んでった。ああ、降りてった。追いかけた方がよくね？
あれ、何だったのよ。そう、トモッコじゃね？復活しちゃったよ。確かにトモッコかも。3匹揃ってたし。悪い顔してたし。象の下で眠ってたんだよね。なんで生き返ったんだろう。あいつら北上センターの方へ逃げてった。マジか。やばくない？追いかけるよ。はーい、行きましょう。これでまたすぐり君が怒るんだよ。また俺をって、のけ者にしてって。じゃあ北上センターに向かいましょうと行きたかったんですが、収録時間ね、結構長くなっちゃってるので、今日はここまでにしておきましょう。いや、急にね、エリアが広くなったんでびっくりしたんですけど、ここね、めっちゃ広かったからね、全然ね、捕まえられていないので、ポケモンたちをね、たくさん後で捕まえておきたいと思います。いやー、まさかね、あの3匹まで復活すると思ってませんでしたね。そしてすぐりくんがついに闇落ちをし始めてしまいました。まあ、ここでね、みつなちゃんとゼイユ姉さんのね、愛の力で、いろいろなね、問題を解決していきたいというふうに考えておりますので、ぜひ楽しみに待っていただければと思います。ということで、今日はここまでにしておきましょう。ここまでのお相手は、ゲーム実況者のみつでございました。ではまた次回の実況でお会いいたしましょう。バイバイ。すぐりが石柱を殴ったせいで復活した、トモッコたちを追いかけてきたみつなたち。そこには明らかに様子が変わったトモッコたちがいたんだ。え？スグリの様子も変になってるって？よーし、ミツナとゼイユ姉さんの愛のタッグでみんな改心させてやるぜ。次回、ポケットモンスタースカーレット実況、結成ゼイユとミツナ愛のタッグ、みんなも高評価ゲットだぜ。